ユニバーサルパークスリゾーツアイランズ・オブ・アドベンチャー・アイランズ・オブ・アドベンチャーはアメリカ・フロリダ州オーランドのユニバーサル・オーランドリゾート内にあるテーマパーク。略称は、イオアなど、ポート・オブ・エントリーと、マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド、トゥーン・ラグーン、スカル・アイランド、ジュラシック・パーク、ザ・ロスト・コンティネント、スース・ランディング、ウィザーリング・ワールド・オブ、ハリー・ポッターの8つの アイランドと呼ばれるエリアから構成されている。エントランスから最も近くにあるアラビアの市場を模したエリア。マーベルコミックのキャラクターのアイランド。詳細は、マーベルスーパーヒーローアイランドを参照キングフィーチャーズ。チンジケートのキャラクターのアイランド。アトラクション2016年7月13日にオープンしたキングコングをテーマにしたアイランド。他のアイランドとは違い、ショップと レストランが存在しない。アトラクション映画、ジュラシック・パークを元にしたアイランド。詳細は、ジュラシック・パークを参照古代の神話や伝説をテーマに、したアイランド。アトラクション絵本作家ドクター・スースの作品をテーマに、したアイランド。アトラクションイギリスの児童文学作家である、J.K. ローリングのファンタジー小説、ハリー・ポッターシリーズを元にしたアイランド。2010年6月18日オープン。 禁じられた森や、ホグズミード村をモチーフにしたショップやレストラン、アトラクションがある。ユニバーサル・スタジオ・フロリダとの共通パス所有者は、アトラクション・ホグワーツ特急にて、ダイアゴン横丁との行き来が可能となっている。詳細は、ウィザーディング・ワールド・オブ、ハリー・ポッターを参照パーク開業と同時にオープン。パーク中央のラグーンを横切って進むボートで、ポートオブ、 エントリー側からジュラシックパーク側までの移動が可能だった。維持費の問題により2001年に廃止された。2002年から2004年頃まで行われていたショー。パーク開業と同時にオープン。トリケラトップスと触れ合えるアトラクション。2003年に一度目のクローズ。2010年にディスカバリートレイルという名前で再オープンするもすぐにまた二度目のクローズとなった。 パーク開業と同時にオープン。氷と炎の二つがあり、タイになっているローラーコースター。ゲストはどちらを体験したいか自由に選択することができた。新エリア、ウィザーリングワールドオブ。ハリーポッター及び新アトラクション。ドラゴンチャレンジ建設のため2010年にクローズ。2000年6月29日オープン。新エリア、ウィザーリングワールドオブ。 ハリーポッター及び新アトラクション、フライトオブザヒッポグリフ建設のため、2008年に、クローズ。2018年9月15日にクローズ。2010年6月12日、デュエリングドラゴンズの跡地にオープン。2017年9月4日に、新アトラクション、ハグリッドス・マジカルクリーチャーズモーターバイクアドベンチャー、建設のためクローズ。ありがとうございます。